こんにちは、CRA 捜査課まっちゃんです。名古屋店の住谷です。横浜店丸山です。はい、はい、お願いします。お願いします。なんかこの3人が揃うって珍しいですね。そうです、4年に一度。あ、ワールドカップですか。その記念で揃ってる感じですか。そうです。ああ、なるほど。看板が見えてるんですけど、ブリットさんに、はい、はい、工場見学で、はい、来させてもらってます。工場見学。そうです、はい。まあ今うちでも SX のロゴを入れたブリットさんのシート、ユーロスター2ですかね、発売させていただいておりますけど。ユーロスター2クルーズです。あ、ユーロスター2クルーズですね、ごめんなさい。はい、はい、販売させていただいておりますけど、はい、残すとこあと少しですかね。そうですね、もう残り少ないと思います。それがなくなれば、はい、もう販売はなくなってしまうので。そうですね、お問い合わせはお早めに、はい、そうですね。で、まあそのシートがコラボさせていただいてますけど、どんなものかと気になるってことで今日は来させてもらったんですけど、はい、ブリットの方をご紹介いただけるんですね。はい、そうですね。はい、すみません、お願いします。はい、よろしくお願いします。ブリット株式会社の太田と申します。よろしくお願いします。今日はちょっとその作る過程をご紹介いただけるってことで、はい、じゃあ早速中にご案内してもらいましょうか。はい、はい、お願いします。はい、早速工場の中に入ってきましたが、もう後ろにすごいですね、よく見る箱が、はい、いっぱい積み重なってますけど。出荷前状態なんですけども、はい、1日分でこんなもんです。へえ、完成品で明日出荷される商品、ね、はい、全国に出ていくやつがこの量っていう形です。日本の中でここに並んで、まあ、たまに海外に行くやつはまた別でという感じなんですけれども、はい、なるほど。まあ、うちの商品ここから全て出荷されていきますので、はい、皆さんが購入されたシートもここから出ていってます。なるほど、絶対ここを通って皆さんのお手元に行ってるって感じですね。そうですね、はい、すごい量ですね、このシートの量。そうですね、はい、なんかジェンガみたいに積み重なってますけど、はい、じゃあ早速これは完成品なんで作る過程の方に、はい、はい、お願いします。お願いします。こちらの方で作っていってるんですが、はい、ここにはもうなぜか完成品がなんか見てくださいと言わんばかりに置いてあるんですけれども。そうですね、シアレスさんのユーザーさんだったら非常に興味があるんじゃないかなっていうのをあえて用意しました。はい、こちらのシート本当に手作業で、組み上げていくもんですから、一個一個手作り製品だと思ってください。エディルブっていうブランドで、はい、新しく発売しているモデルなんですけれども、シアレスさんとコラボさせていただいた、SX のユーロスターですね、はいはい、それのベースとこちらがユーロスターベースのこのシート、中身同じなんです。ただ、見た目がやっぱりちょっとだいぶ違うかなと思うんですけども。そうですね、はい、お高い商品でもいいやっていう方にはおすすめします。めちゃくちゃまず見た目がかっこいいですね。そう、そうですよね。このレザーと、はい、この使い分け、はい、これがやっぱかっこいいし高級感、はい、お、このパンチングの中が、ここはウルトラスエードっていう、イタリアで呼ぶところのアルカンターラですね。はい、あの一斉風靡した、お高い生地です。お、でパンチングですか。はい、って感じですね。でこのサイド部分のキルトを使っている部分がプロテインレザーっていう生地で、うん、シルクのパウダー固めたちょっと特殊なレザー生地なんですけど、すごく触っていただけると柔らかいレザーっていうところが、ソフトタッチの、あ、本当ですね、特徴なんです。柔らかい、それをキルトにしてるからなお柔らかく感じるっていうのもあるんですけど、はい、なんかサラサラで触り心地がすごくいいですね。今回このシートでいくと、このキルト部分っていうのが、体の横を支えるところに、より体をフィットさせるところで、より効果的な、はい、いい効果を表していますので、ぜひ一度どこかで座っていただけると嬉しいかなと思います。なるほど、はい、でごめんなさい、横にあるのがちょっと形違うんですけど、はい、こちらはストリームスっていうシートのがベースモデルになってるんですけれども、実はこの形状の方が、ハイエースユーザーさんにはより向いてるかなと思っております。なるほど、パッと見ると肩がちょっと出てないかなとか、
ベルトホールがないかなっていうところなんですが、そうですね、実は見えないところでこの背中の面が微妙に形状違うんです、はい、一緒のように見えますけど、はい、背中の面も比べていただけると、はい、あの背中の当たり具合が微妙に違うんです。なるほど。ちなみにどういった感じで、どちらかというとこちらはスポーティーな作りをしてますので、はい、背中は丸くなってます。ゆるいアールになって作ってます。なるほど、はい、でこちらの方はよりコンフォートを狙ってますので、はい、S 字のラインを描くように腰のこの部分をちょっと張り出してます。なるほどですね。その効果として、骨盤を起こす形になるんですね、うんうんうん、腰の部分が張り出すということが、はい、でそれでよりあの腰の腰痛を持っていられる方に対しては効果的な、はい、形状になってますね。なるほど。ということは腰痛持ちさんとかそういう方にはこっちのストリームスペースの方がいい、合うかなと思います、はい、でまあスポーツ志向というかこうちょっとスポーティーな感じが好きな方には、はい、こっちのユーロスター2の方がベースの方が合うかなっていうような形ですね。一個弱点を言ってしまいます。この肩の張り出しがですね、はい、最近のハイエースさんちょっと狭くなってきてますね。そうですね、どうしてもちょっと当たっちゃうところが、はい、ビギラ部分にここがちょっとだけ当たるんですけども、はい、実際にはそこまで下げて運転することはまあ実際にはないと思ってるんですね、うん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 、で仮に下げてもこの中身ウレタンなので、はい、多少当たるぐらいはいいよって言ってかれる方にはあのこちらのシートもお勧めできるかなと思うんですが、一応うちからはあまり当たってるものをつけれますって大見え切って言えないもんですから。そうですね、これはあの、うんうんうん、推奨してますね。こちらが推奨になっております。ただまあつくことには全然つきますし。そうですね、はい、まあ、見た目かっこいいんで、はいはい、全然ありだと。はい、で、こっちにずらーって並んでるのがまあ、制作途中のシートたち、ね、はい、ユーザーさんから購入されて出荷の順番待ちをしているものであったり、はい、まあ、ちょこっとだけ在庫が作れるときに先行して作って置いておこうみたいなものもあったり。なるほどなるほど、はい、こうやって見るとまあ乱雑に並んでますね。いや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 、ちょっとこっちに進んでみましょうか。はい、はい、内部に入ってきてるんですけども、はい、ちょっとバラバラになってこれから組み立てるであろうシートも、はい、こんな部品だったりとか、はい、くっついてくるとだんだん椅子っぽくなってきたり、こっちはもうまだ本当に組み立て途中って感じですね、はい、すごいこうやってできていくんですね。この手作業でやってますから、バリバリのすごいですね。、はい、でも本当にこれあれなんですね、手作業で、はい、こうラインでとかじゃなくて、うちのシートは1個ずつ全部手作りです。すごい。でちょっと気になったんですけど、そっちになんかこうクッションとか、はい、ここは主にあのフルバゲットシートとかのクッションになるんですけども、はい、お尻の部分だったりとか、はい、はい、背中の部分だったりとか、それぞれの部分の、まあ、在庫基盤になっているんですけども、例えばですけど、ちょっと変な話になっちゃいますが、リクライニングシートって完成形になってて、フルバケとちょっとクッション違うじゃないっていうのはあるんですけど、はいはい、例えば小柄な方がリクライニングシートをで付けられて運転してて、もうちょっと高くてもいいかなっていう場合は、うん、別にこれ引いちゃってもいいわけですよ。あ、はいはい、座布団みたいな感じでってことですね。はい、そういった自由な発想でカスタマイズといいますか、はい、より運転ポジション、お好みの運転しやすいポジションに近づけてっていただけた方が僕らとしては全然ありがたいので、うん、ぜひそういった逆にこんなもんあったらポジション良くなるのにって言っていただいた方が、新しいものが生まれるきっかけになります。なるほど。ちなみにそんなのってカスタムとかで頼んだりすることって、はい、オーダーの時にってできるものなんですか？シアレスさんのわがままだと聞かないといけないかな。ありがとうございます。まあ、ちょっと確実にできるとも言い切れないですけど、もしそういうご要望があれば、そしたらスタッフに伝えてもらえたら、はい、ちょっとまあ相談、要相談、はい、まあ、本当に簡単にできることであれば
本当に2つ返事でいいですよ、じゃあやりましょうかっていうお話もできますし、ちょっとそれやるのは偉いことになるよってなると、はい、相談させていただいた上でこちらの方がとかなってきちゃいますので、はいはい、なるほど、はい、まあ、それでも、こだわってといいますか、その車の運転楽しくしたいよっていう方がおられたら、はい、できる限りは協力したいなと思いますので、おこれは嬉しいことを聞きました ね、 ね、はい、ちなみにこういうのはバラで、バラ売りみたいな、これバラ売りで、まあ、セーフやつです。へぇ、そうですね、座布団代わりに使えるっていう、そうですね、はい、まあ、こっちも使えるっていう、黒色の生地の方、赤色の生地の方、はい、はい、各種色がありますので、はい、じゃあちょっとまた向こうに戻りましょう。はい、なかなかこんな状態のシートとかを見ることがないですもんね。あんまりお見せするようなものでもないかもしれない。、はい、ここにもいっぱい生地がありますし、はい、SX っていうブランドをシアネックさんから、提案されてコラボモデルのシート出させていただいて、はい、で、まあ、そういったコラボモデルのシートなんか、うちが得意分野じゃないんですけれども、はい、ご協力できるとこかなと思いますので、そういった商品価値を上げることって販売される方からすると非常に武器になると思いますし、はい、僕らとしてはそれが販売につながっていくんであれば、できることなら協力させていただきたいなと思いますので、はい、こんな面白いシート作りたいんだけどっていうのもまたぜひお店さんの中からいっぱい意見集めていただいて、それがわこれいいなと思ったらうちからもぜひ作らさせてもらいたいなと思います。はい、はい、一応こんな感じで、はい、さらっと今こうブリットさんのシートを作ってる現場というかを見させていただきましたけど、もうすごいですね、やっぱここから 100% 日本中に出てるって考えると、なんかごめんなさい、勝手なイメージ、僕もっと大きな工場でラインで10人が10人ではなくて100人が100人、そう言います。そうですよね、なんかこうロボットとかで、でっかい工場で、うん、作ってるのかなと思ったんですけど、まあ、そうではなくこう全部手作業で、はい、こう職人の愛のこもったというか、シートを一脚一脚作られてて、ちょっとびっくりした反面すごいなと思うのと、まあ、僕たち の、 そのいつも販売させてもらってる SX コラボのシートっていうのもこうやって一つ一つ作っていただいて販売させてもらって、はい、ユーザーの手元まで届いてるんだなっていうことが知れて、まあ、すごく嬉しい気持ちになりましたね。はい、ユーザーさんが本当に車のカーライフを楽しんでいただければっていうところで、はい、僕らはシートっていうところからの提案がご協力ができればなっていうふうに思ってますので、はい、いやドライビング含めて楽しんでいただきたいなと思います。はい、非常に良、はい、かったです。そうですね、はいはい、今回1回限りではなくまた次回も来てください、はい、そうですね、ぜひあれですね、コラボしたシートを作ってる過程なんかも撮れたらみたいですね、ちょっとね嬉しいところはありますけど、はい、と、はい、ことで今日はちょっとブリットさんの工場見学ってことで、はい、いきなり、させていただいたんですけど、はい、どうでしたか松本さん。そうね、もうまあまあさっきも言ったように、はい、やっぱりもっと機械で作ってるもんやと思ってたんで、そうですよね、はい、もう完全にこの機械のない、ね、機械ないって言ったらあれですけど、はい、機械が少なくても完全手作業っていうのがすごいなと思いましたね。そうですね、はいはい、ちょっと途中からフレームアウトしてましたけど、戦力がすごく受けたね。やっぱり自分たちの、ね、商品もコラボなってるっていうところで、まあ、やっぱり興味もあったっていうところもあったんで、まあ、実際見させてもらって、はい、やっぱもう僕らも見るまではずっと全部工場で何かやってるのかなって思ったんですけど、そうですよね、実際目の当たりして本当に手作業でやってるんだなっていうところで、うん、でもちょっと感動しました。感動しました。はい、ありがとうございます。まあ、そうですね、シートを、まあ、普段分解なんかできないんで、こういうバラバラの状態とか、うん、見れることないんで、確かに、はい、貴重なタイミングだったかなっていうのと、まあ、あとみんなと一緒でそのレーンで作ってると思ってたんで、うんうん、一個一個手作業で、はい、作ってるっていうのに感動しました。そうですね、はい、では今日はこう貴重な体験を
ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひまたよろしくお願いします。はい。ありがとうございます。